さあ Hello World 今夜は人気ウェブメディアギズモードジャパン編集部の鈴木幸太さんそしてライフハッカー日本版副編集長の吉川明子さんをお迎えしておりますさあここからはですね両編集部が最近注目するニュースについて伺っていきたいと思いますまずは、えー、ギズモードジャパン注目のニュースはてててはい、えー、テスラの発表したバッテリーシリーズの話をしたいなと思っていますテスラが発表した バッテリーの話です車じゃなくてバッテリーですか、はい、あの話すと長いっていうかあのちょっと広い話になってきてちゃうんですけど、はい、発表したのは家庭用のバッテリーとあとはなんか店舗とかあのオフィスビル用のバッテリー、うん、それからもう一つはあのなんだろうそのバッテリーを製造する工場。 うん、を3つ発表したんですねでその中で多分おそらく僕らに一番関係あるのは、まあ、家庭用の蓄電池バッテリーだと思っていて、はいあのー、それ何がすごいかっていうと価格がかなり低価格のものをテスラが自分で用意しているっていう点で何、はいあのー、て言うんだろう アナリストさんとかはそのバッテリーがあのすごく高い価格になるんじゃないかみたいな安いとは言ってもそこまで安くないんじゃないかっていう予想があって、うん、でもそれの4分の1ぐらいの値段で30万から約ですけど全然全然あのペイできそうな金額からあの各家庭にバッテリー入れられて、まあ、それがまあテスラですから EV 電気自動車の方で使える。 プラスあのそれだけじゃなくてテスラが何を狙ってるかっていうとバッテリーがまあ、蓄電池なんであの各家庭の電気の使い方がおそらく変わるだろうと、うん、今っていうのは発電所とかからあの電気を引っ張ってきてまあ 要はその電気グリッドの中で僕らは生活しているわけなんですけど、はい、あのいわばソーラーシステムとそのバッテリーを組み合わせることによって、うん、全家庭が自分で発電して使えるようになると。うん、でやっぱあのソーラーエネルギーなんであのもちろん夜中とかは全然発電できないけれども蓄電池があることによって、まあ、その時間的制約を全部取っ払うことができると。るっていうところがあのまあみそっていう部分ではあるんですけれども、うん、まあこれがもっと進んでいるアメリカとか北米の方の話になってくると。あの こういういバッテリーを蓄電池を家で持ってるとかあのソーラーパネルが家にあるとかっていう家庭が日本よりは結構まだ多く,あ,の多くあって、うん、でそこの一個問題があるんですよただ、うん、あの問題があのいわゆるそのソーラー システムで電気を作っても自分たちで使い切れない分ってまあ電力会社に売ったりするじゃないですか、はい、するんですけど結構あのハワイとかの方だとなんか結構そのソーラーシステム持ってる家庭が多くなってきてしまっていて、うん、その家庭からえっと電力会社に送る方の,あの電力線が大変だ。 追いついてないらしいんですもん。なるほど。全然そじゃ意味なくなってきちゃうですねです。逆は全然できてるんですけど、うん、そっちの逆あの送る側は,、うん、はなんかやっぱり設備投資しないとダメなんですけれども、はあ、やっぱりそこもあの蓄電池があればためとけるので自分たちで有効活用もできるみたいな。うん、なるほどなるほど。なんでそこのあのなんだろうあの効率化みたいなのを図れる。 ようになるのであのまあこのバッテリーの発表は割とこうなんだん車じゃねえのかみたいなところじゃなくてもう少し広い話で,、うん、でやっぱテスラが広い話を出してきたなっていう感じがします、ね、なるほどど,どのぐらいその蓄電池が例えば満ン状態だと、まあ、通常の家庭でどのぐらい賄えるとかちょっとその辺の容量的なのも気になりますけどね。一応容量は出てるんですけど、はい、一どのくらいの家庭で何日間使えるかってちょっと今分かってないんですけど、うん、一応タイプ的には 7kWh のものと 10kWh のもの、はい、2>, 2タイプが なるほど肝はもう注文できるっていうあもうすでにすごい使わずしてもういけるっていう34か月で発送されるっていうことなんですけどもうそんな結構早いみたいですねバッテリーサイズとかねどのぐらいあるんでしょうか一応サイズも分かっていてあのんだろうな厳密なサイズが今大体僕に言ってくださいあの手で言ってくださいあのこのぐらいです横幅多分このぐらいで縦は 130cm なのでまあ冷蔵庫ぐらい あの一人暮らし用の冷蔵庫ぐらいな感じですかね。だか,、ね、とか,とかそのぐらいのサイズなんですね。で厚みは確か18センチとかしかないのであ。薄い。冷蔵庫より薄い。あの壁にかけられるみたいな感じなんですよ。うわー、おしゃれだわー。す,すごい。もうテスラ車も最近ヒルズで増えてきましたよ。あ、そうなんですか。あの、すごいんですよ。なんかこう手を近づけると取っ手がニューって出てきて。 ガチャコンと開けて、そうすると中あの、のいわゆるケーあのよくパネルがあるような部分がうん、うん、あそこがなんか16対9のテレビ縦に置いたみたいなもう全面ディスプレイなんですよ。<laughs> であの、テスラオーナーはネット常時接続、テスラがお金払ってくれてるみたいでうん、うん、ずっとネットにつながるんですよで、全部もう画面なわけです、それだけハイテクなのにナビがついてないと、グーグルマップで行こうとすると、若干たまに間に合わないときがあるので。<laughs> 話がありましたけどい憧れますよねれあ完全に EV 車じゃないですか本当に落としないんですよエンジンかかるとかそういう概念何にもないんで夜中とかおっすごい静かってすごいんですけどねいや考えてることはやっぱ未来ですよねあそこはねイーロン・マスクはすごいです本当に確かにさあ続いては「ライフハッカー日本版」注目の話題ははい アンドロイドのスマホがパソコンのグーグル検索で探せるようになりました何アンドロイドのスマ,スマートフォンがグーグルの検索で探せるようになりました、うん、なるほどあ、どっか行っちゃったっていう時にちょっと今日はアップル派の方がばっかりなんで言いづらいんですけどいやいやそんなことない私ゴリゴリのアンドロイド派でして<う>でゴリアン、まあええ、ゴリアン <laughs> <laughs> ゴリアンとしては結構面白いニュースで、ええ、あの グーグルで検索ってよくみんな、分からないことなんでも聞くじゃないですかに、に、はい、それと同じ感覚で、あれ、スマホないっていうときに、の私のスマホどこっていうのを検索すると、マップ上に出るという,はもうそれはもう、うん、あの僕たち、日々ググられてるっていうことを、さらにそこでオープンにしてるみたいな感じもありますけどね。あ要はそういう情報、全部グーグル検索で特定できちゃうっていう意味ではあるんですけどなるほど。 これやり方はどういうふうにやるかというと、まあ普通に Google の検索バーに英語で Find My Font って入力するわけです。以上なんです。以上。はい。それだけで出てきちゃう。あ、でもこれはでもかまあ画期的っていうか。そうですね。まあただ条件はいろいろありまして、これあのまだ日本語に未対応なので、Google 検索の時の言語設定をあの英語に一応一回しておく必要があります。るなるほど。であとパソコンのブラウザからの検索にしか対応しないので、まああの 友達のスマホからとかではちょっとできない,、ね、きな,い,いなるほどなるほど。まあ、自分って認証されるものじゃないとダメなことですよね。はい。うんんあのー、まあそう今そうおっしゃった通りで、はい、まあもう一個の条件は Google アカウントにあの自分のあのー、アカウントでログインしておくことが必要ですね。これさえ揃っていれば、Find My Phone で、もうマップ上にあなたのスマホはここですっていうのが Google <laughs> マップでピッて出てくるって。これは逆全然知らなかったですね。これね。 じゃ今はもう今この話を聞いてやってみればみんなできると思いますねできると仮にできた人はですね画面キャプチャーをこっちに送んないようにできましただけでいいですからねここにいるって僕はここにいるよって分かっちゃいますんでねああいいですねでもねあとリングっていうボタンをプリッとクリックしますとスマホを5分以内に鳴らしますって言われて5分以内に実際自分のスマホ鳴るのであブぷって鳴るわけですかなくしちゃった時とか部屋にあるのは確実なんだけどどこに行ったか分からない時とかにもパッと 使いますねなるほど、ね、いろいろと新しいこ、まあ、僕僕みたいな人にすごい向いてるサービスだと思います <laughs>、えー、ただしアンドロイドは使っておりませんさあ、えー、一曲お送りした後さら <laughs> にですね両編集部が注目するニュースを語っていただきます できそう今までできそうだけど、えーね、できなかったというか、うん、やってなかったというかう、ね、サービスとしては動いてるけどあまりアピールしてなかったっていう方が正確かもしれませんね,、うんまあ、ね結構嫌な人は嫌だと思う嫌がりますよね個人情報そこまで持ってるんだっていうのがもう明らかになっちゃうので、うんですよねでちゃう,っていう、ねうん、なるほどちなみにアップルウォッチもそれできるんですよを持ってて こので、あの iPhone のボタンを押すと自分の iPhone が鳴るってピピって鳴るどこにあるか分かるみたいなそれあ、それなくされるんですかよく消えますね僕もこれは僕にも欲しい機能ですねなんか言えてる時に危ない危ない急いでる時に iPhone ないないって鳴らせばすぐとこにあるか分かる大田区の方に行ってます行っちまったか ね、でもあれフイイインドマイアイフォンドマアォはででもかなり便利ですよねあれいいですよね。またそれが同じことができるようになったんだよね。タクシーが大田区のところにあって、これで見たら大田区になってる。はい、で、領収書を持ってたんですよ。で、そこに電話したんですよ。うんうん、で、その所住所が出てるし、もう今、隠してるモードにしてる住所もメールでまた書いてますよ。で、そこに田区なんですよいや、来てないなーとか言って。 タクシー、女子署のタクシー、車両番号教えて、車両番号関係ないから、そこにあるんだから、ちょっと音鳴らすからピーピーっ電話の向こうになって、それもすげえ、すげえ、言ったじゃん、快感ですね、なんか、おじさんのそういう関係とか関係ないの、どうすりゃいいのとか、今からそこでバイク便出すから、バイク便のお兄ちゃんに、その。

カードとかめんどくさいけどまあ取り直せば済むけど取り直せないものがいっぱいあるからねうそう確かに,そにまねまあこれでいろんなことがね、うん、と iPhone も次やるとしたらもうね決済できるようになればね,ね今絶対それやっ<ー>進めてると思いますけどね 国内でで早く使えるようになってほしいですね,ね NFC ついてるのに何にも利用できてないっていう,うみんなからビビッとなやつ来てないかなキックスターターで変なもの買いましたみたいな <laughs> はーいはいはい アラバマ・シェイクスのナンバーです。Wanna fight でしたさあ今夜のハローは、ギズモードジャパン編集部の鈴木浩太さん、そしてライフハッカー日本版副編集長、吉川晃子さんとお届けしております。さあさらにですね、両編集部が注目するニュースについて伺っていきたいと思いますけど、ギズモードジャパンの注目のニュースははい。えっ、ー、と、マイクロソフトの話をもう一個しようかなと思っていて。 マイクロソフトエッジっていうブラウザの話です。ええ、皆さんよくあのインターネットエクスプローラーはもちろんご存知だとそうです、ね、思うんですけどとうとうあのこの間あのちょっと話で出た Windows 10新バージョンでは、はい、とうとう新ブラウザが。お それがマイクロソフトエッジというーー登場すするんですねなんかコードネームコルタナって言ってなんかあの割と機能的なところはあのこれまでも出てたりはしたんですけれども、はい、あのこの間のイベントでやっとあの正式名称がマイクロソフトエッジっていう名前になるっていうのが決まって正式に発表されたっていう感じですね。でやっぱこう IE ってこうよくも悪くも皆さんが使っているものでやっぱりこういろんなものに引っ張られてた感じはするんですけど、はい、エッジは完全に新しいデザイン なりますし、さっきこの吉川と一緒に喋ってたんですけど、ちょっといいものがあって、皆さん、あの他のブラウザ、Firefox とか Chrome とかを使える、はい、と思うんですけど、その拡張機能が、まま、エッジでは使えるそうなんですね。おな,るなるほど、なるほど。なんかもちろん,なんかあの、<laughs> いろんな問題で使えなくなったりとかっていう拡張もあると思うんですけど、それがもう、まるまる使えるってなってくると、おちょっといいじゃんって思う人もいると思いますし、うんまあ、そもそもなんか、ウェブとかで見てもらうと分かるんですけど、デザインがものすごくよくて、うん エッジが効いいててみたいなまあ、ね、<laughs> 結構僕もなんかを見てあの僕は普段 MacOS ばっか使うんですけど、はい、ちょっといいなとか思っててまして <laughs> なるほどなんかその新ブラウザ楽しみですねなるほどなんかやっぱ僕がいつも思うのはこうだんだんこう新しいバージョンになってくればなってくるほど、うん 重たくなるっていうそのまあ機能が増えるせいなのかそれともいろいろなその拡張機能とか連動してくるからなのか分かんないですけどあの使ってるマシンのスペックはどんどん上がってるはずなのにそのソフトウェア自体がどんどん重くなるっていうのが一番結構クロームとかもやっぱ最近なんかこう風車の屋敷出るの多くなったなとちょっとね最近バージョンアップしたじゃないですか屋敷の出る率が高くなったらなんでこんなとこで迷ってんだお前とかっていうのがあるのでね。ととかかそう かつやっぱそういう使える拡張機能っていうのはいいですね結構ライフハッカーはゴリゴリ拡張機能入れる派ですよねそうですねそこはもう何でもエバーノートと全部連動みたいな大好きなんですよねもうね大好きでしょあれもんかその連動しすぎるとどことつながってるとか意外とこっちこことここをつないどがやりやすかったのにこことこことこことここを連動してたらあれだとこれでよくないみたいななってくるソフトとわけですよね 本当それが必要です、ね <laughs> ね、なんか不具合起きた時にどれが悪さしてるのかとかも全くわからないんですけどもな,なるほどね、はい、さあじゃあ今度聞いてみたいと思いますライフハッカー日本版の注目ニュースは何、はいはいえー、これはですね人の匂いを再現する技術で作る思い出の香水と、ね、い,いじゃないないいいい全然仕事っぽくないけどで <laughs> いいすよ、えー、これ、あのー、ラのフハッカーではなくて姉妹サイトのカフェグローブであの載っているニュースではあるんですけど これはあの結局もう今はもう会えない人とか亡くなっちゃった方とか別れた恋人とかの身につけた布が一枚あればその人の体の匂いを再現できる技術が開発されたと。えー、なのでその匂いを香水にしますよというサービスが立ち上がるというニュースです。あまだこれからなんですね。これから今年の9月にその会社があのオープンするそうす日本海外。これはフランスです。やっぱりね香水だけにフランスなおフランスな,なフ,ンスフレグランスみたいな感じですね。おフランスのフレグランスなんですが。えー なんかその詳しくは技術的な企業秘密らしいんですけど布から匂いの成分の分子だけ分離させて、うん、それをアルコールに溶かして香水で再現できますよっていう技術が7年がかりぐらいであもうずっと研究してたんですね。はい、なるほど。でなんかこれは、えー、値段としては7万5000円ぐらい560ユーロって言われてるんですけど、うん、4日ぐらいでできるという話です。すきっかけがいい話で、ええ この授業を思いついたのがなんかフランス人の女性の方らしいんですけど7年前にお父さん亡くされて、うん、そのお母さんが亡くなったそのお父さんの枕カバーを洗えないと、うん、お父さんの匂いがするとうん、うん、その話からまあそのもう会えない人のき匂いをコースにしたらいいんじゃないかって思ったというちょっといい話なんですけど,ど、ねまあ匂いの方がね記憶と直結してるっていいますよね。 注目してみたいいと思います、はいはい、さあいろいろ今日お話をお伺いしてきましたけどもうそろそろお別れの時間でお知らせございましたらじゃ、はい、あいいですかちょっとまだ あの企画名とかはっきりしてないんですけど、あのギズモードですね、最近からあのいろんなイノベーターの方、もちろん,なんかイノベーションを伝えるメディアなので、そういう方、多く掲載してるんですけど、その方々に、まあ、インタビューに行って、どんなイノベーションをどんなふうにやってるかっていうのを、ちょっと連載でやっておこうかなっていう目論めがありまして、企画なるほどなんかこう骨太のインタビューがどんどんどん上がっていくると思うので、うんあの、楽しみにしてもらえればなと思いますしてます <laughs> 続いて。<laughs> 続いて、はい、ライフハッカーはいかもですねいろいろ企画をやってまして、まあ、毎日10本ぐらいあの仕事術とか生活術みたいなことを記事上げてるんですけどラハッカーもそういう今あのご紹介したようなものとは別にあの面白いお仕事の仕方されてる方とかにインタビューしたりとか、うんまあ、あと例えば今力入れてるのが地方創生のお話とか。東京ととは違うところで 面白い働き方されてる方とかの取材記事いろいろ上げているので、うん、よろしければあのお昼休みとか行き帰りとか会社の見ていただければと思います。ぜひ皆さん GizmodJapan そして「ライブハッカー日本版、えー、ウェブチェックしていただきたいと思います。ということで本日はどうもありがとうございましたありがとうございました。